今回はコメントで2歳の子供がマスクをつけなくて困ってます。子供でも嫌がらない安くあるマスク生地を見つけたら教えてくださいとのことだったので、安くであるダイソーでガーゼタオルを見つけました。これでマスクを作っていきたいと思います。はるなママとあそぼ、はるなチャンネル、ワンワンミルクもよろしくね。このタオルの縫い目をほどいていきます。届きました。半分に折ったこの部分を縫っていきます。この縫い目の部分からゴムを通します。こんな感じで通します。ゴムの大きさを合わせて、この長さを2本作ります。さっきみたいにこの中から通して、最後の部分でここを縫って、ここを縫っていきます。反対側もここで縫います。こんな感じです。最後に、次はここの空いてる部分を5センチぐらい残して縫っていきます。縫ったらこの穴から裏返していきます。ちょっとちっちゃいかも。こんな感じです。この残りの部分を表から縫っていきます。この形になったら
部分だけ塗っていきます。ゴムを縫い付けます。ワンワンのマスクができました。ちょっと大きさは違うけど、調節したらできるかなと思います。ダイソーに売ってるガーゼタオルで試してみてください。おしまい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。他の動画も見てね。ツイッター、インスタグラム、はるなチャンネルも見てね。